全女竜王像、長谷川東白、河津桃山時代七尾美術館像全女竜王は、甘恋の対象である竜王のうちの一孫。全女竜王とも表記される。北家行第五巻大場だった品、第十二の中で、斜結ら竜王助年史八歳知恵とね全知主張、諸根工業徳田らに諸仏諸説人心秘蔵室脳、受け持ち侵入前定量立ち処方を切なごろ発。 母大神読二位天弁債務下次年主条なお除籍し、九毒不足新年公園微妙広大慈悲、人志譲るしい和正の、イタリ母大との記述がある。八大竜王の一尊、砂系羅竜王の三女で、上泉縁、金剛宝寺などで鎮守者に祀られている。第五次に鎮守として祀られる、清滝権元,元と、同一視されるほか、同じ砂系羅竜王の、 第三王女とされる、法医神、都市徳神とも関係が深い。神泉園では、善女竜王者のすぐそばの絵法者に都市徳神が祀られている。善女とあるが、造用は男心臓で表現されることもあり女神であるとは、限らない。高野山には、平安末期の絵師、定治による、中国漢服を北拝神として描かれた善女、竜王像があり、室宇寺や、 第五次にも写本がある。一方で、安土桃山時代の画家、長谷川東白による、善女竜王像は、女わら風に表されている。824年、時の帝、順な天皇は長引く干ばつに対して、幸福寺の守備と当時の空海に対して、義の手法を命じた。守備が7日間にわたって、手法を行うも効果少なく、次に、空海が、 当時代代理に南接していた上泉園にて、手法を行うが一滴の降雨もない。調べると、空海の名声を妬む守備により国中の竜人が、瓶に閉じ込められていた。しかしただ一体、禅女、竜王だけは、守備の手から逃れていたので天竺の胸ついけから、呼び寄せて、国中に大雨を降らせたという。この時空海の前に現れた禅女竜王は、 高野大師行上図画に旧尺のオーロチの頭の上に、ノルハッスンの小さな金色蛇として描かれている。今尺物語集の第十四巻、工房大史、修正儀警報工具第四十一にも、空海の正儀に応じる、善女竜王が登場する。干抜があり、天皇の命により、空海が、上泉園において、多数の構想とともに、 小宇行の法を取り行った。祈祷が7日間に及んだ時、祭壇の上に5尺ほどの蛇が出現したが、その蛇は頭に5寸ほどの金色の蛇を乗せており、すぐに池に入っていった。空海の他は4人の高僧だけがこの蛇を見た。空海は彼らに、天竺のあの下つ池にいる、禅女竜王が、小宇行の法の霊力を表すために現れたと説いた。 間もなく空が曇って、雨となり、国中が潤ったという。さらに時代枠だって、江戸時代、1771年に干ばつが起こり、民衆が苦しんでいた。そのため、随僧院の僧、時効により高の山にある、蓮池家の中須に、善女竜王像と、仏舎利を祀ったところ、たちまち霊言が現れたという。この指導は、今でも、善女竜王者として、 高野山今後をポージの発池にある。ありがとうございます。